グリーンビル軍はアメリカ合衆国のサウスカロライナ州にある軍。軍庁所在地はグリーンビルで周辺の軍とグリーンビル、アンダーソンモールディン大都市統計地域を形成する。人口は2010年国勢調査時で45万1225人と州内で最も多い。国勢調査局によるとこの軍の総面積は2059.0平方キロで うち2046.1平方キロが陸地、総面積の0.61%に当たる12.9平方キロが水域となっている。2000年の国勢調査時点で、この軍には395,357人、149,556世帯、101,997家族が暮らしている。人口密度は1平方キロあたり186人で、 平方マイルに換算すると480人となる。住居数は162,803件で、1平方キロに平均80件が立っていることになる。住民のうち白人は77.53%、アフリカ系は18.30%、ネイティブアメリカンは0.19%、アジア系は1.38%、太平洋諸島系は0.05%、 その他の人種は1.42%、根結は1.14%、ヒスパニックは3.76%を占める。19.6%がアメリカ系、10.8%がイングランド系、9.2%がドイツ系、8.9%がアイルランド系で、93.2%が英語、3.9%がスペイン語を母語とする。 2000年国勢調査の結果をもとに作成した軍の人口ピラミッド149,556世帯のうち31.9%は18歳未満の子供と暮らしており、52.3%は夫婦で生活している。12.3%は未婚の女性が接待主であり、31.8%は家族以外の住人と同居している。26.8%が 一人未世帯で8.5%を独居老人の世帯が占める。一世帯あたりの平均構成人数は2.47人、家庭の平均構成人数は3.00人である。住民のうち24.6%が18歳未満の未成年、9.6%が18歳以上24歳以下、31.2%が25歳以上44歳以下。 22.8%が45歳以上64歳以下、11.7%が65歳以上となっており、平均年齢は36歳である。女性100人に対して男性が94.8人いる。一方、18歳以上の女性100人に対しては91.6人いる。一世帯あたりの平均収入は4149米ドル。 家族ごとでは5332ベ米ドルである。男性の平均収入は37,313ベ米ドル、女性の平均収入は26,034ベ米ドルで、労働者でない人々も含めた、住民1人あたりの収入は22,081ベ米ドルとなる。総人口の10.5%、家族の7.9%、18歳未満の子供の13.2%、 および65歳以上の高齢者の10.6%は、貧困線以下の収入で生計を立てている。人口は2000年国勢調査時のもの。アメリカンファクトファインダー、ユナイテッドステイツセンサスビューロー、http コロンスラッシュスラッシュ factfinder.census.gov2008 年1月31日閲覧。ありがとうございます。